ください。ありがとうございました。それではここからは素敵なゲストをお招きいたしまして、シェンムー街のトークセッションを行ってまいります。本日は特別ゲストとして藤岡弘さんにお越しいただいております。藤岡さんは仮面ライダーで一躍注目を浴び、多くの映画やテレビドラマに出演され、また武道家としてあらゆる武道に精通されておられます。そして藤岡さんといえば、セガサターンプロモーションキャラクターセガタ三四郎として数多くの CF にご出演いただき、シェンムーでは主人公葉月亮の父親役葉月岩尾の声を担当していただきました。それでは大きな拍手でお迎えください。藤岡弘さんです。どうぞ。それでは鈴木代表もステージまでお願いいたします。それではここからの進行は竹内さんにお願いいたします。なんかビッグツーショット、久しぶりに、私も10年ぶりでございます。藤岡さん、今日はお忙しいところありがとうございます。しばらく久しぶりですと。シェンムーがついに10年ぶりに復活しましたね。もう本当に新会社設立、そしてまたシェンムー発表、まあこれは復活ですかね。おめでとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいですね。もう十数年前でしたかね、ちょうど作ってらっしゃった時、私一緒にユウさんと呼んでよろしいですか。はい、付き合い長いもんですから。さっきですね、藤岡さん、ゲームの説明をすごい、私も初めてゲーム画面見たんですけれども、藤岡さんが参加されていた時と変わらず、シェンムーの中でやっぱ武道といいますかね、はいはいはい、このやっぱり戦う 武士道武道というのが脈々と生きてまして、私もこの間久しぶりに藤岡さんお会いしてまして、ますます武道をですね、長けておりましてですね、なんか共通するシェンムーと藤岡弘のこの武道のこう共通的な魂みたいなのを感じたんですが、いかがですか、この改めてこの武道という世界で。そうですね、私はもうずっと6歳から武道をやり続け、自宅に武道場を持って未だに武道を修練しております。武道は深くて本当にすごい、求道者というか、駆動者になるんですが、道を求めていく求道者の一人でございます。そういう面で今全世界的に今ね、武道が見直され、そしてこの精神性、そして心を強くするこの心身一体のこういうものが全世界的に関心と注目を浴びている。もう今ハリウッドでもすごいですね。そういう意味においても、今回新しいこのモバイル、この携帯ゲームっていうのはね、私はすごい将来すごいこと起こるんじゃないかなというね、予感がするんですよ。もうこのゲームを通じて日本の文化や伝統、そして武道の素晴らしい道徳概念、倫理観、人間力、そしてこの大義、道義に、真義に、こういう素晴らしい日本の財産がね、全世界に発信できるんじゃないかなと、将来はですよ。とりあえずは日本のこの子供たちが日本の素晴らしいこの財産を、ここからこう主人公として学んでいくっていうのは、僕はね、未来に対してとてつもない大きな、なんかもうシェンムー の, 主人公の葉月岩尾にもう早くもなってしまっているような、今ユウさんどうですか、久しぶりに。いや、シェンムーはリアリティとか本物を追求するっていうことで、葉月亮の父親役として、やっぱり本物の武道家を使いたかったんですね。それで本物の武道家侍いないもんかということで、藤岡さんの方にお願いした次第で。ありがとうございます。いや、当時ね、モーションキャプチャーって言って、こう体いっぱいつけられてね。ありましたね。私がこう武道をやると、それが全部こうコンピューターでバッと、僕はびっくりしましたね。こんなになるのかと思ったら、それがこうちゃんと人形に反映されてね、ピタッとこう驚く。僕たちはあの時ね、感動とともに、ね、あ、これが時代、これだと思いました。藤岡さん自らモーションキャプチャーを、はい、やられまして、でユウさん立ち会いのもとにですね、ユウさん指導のもとで、何が何だかさっぱり分かんなくてね、一体なんか俺ロボットになっちゃうみたいな感じして、それがあんなになっていくとはね、びっくりしました。あれは写真で撮りましても、こっちからのやつは見えますが、こっちから見たらどうなんだろうとか、上から見たらどうなんだろうとか、下から見たらどうなんだろうとか、一方向の、ビデオとかではどうしても
武道の形ってわからない。映画とか写真だともうそのカメラの方向でしか撮れませんけど、キャプチャーだと全部が350度撮れますんで、見たい方向からいつでも観察できるって、画期的なことでしたね。いやもう今やもう当たり前になっちゃってね、アバターとかあれもねもうそうなってるわけです。あの当時は僕はねすごいな、こうドキドキしましたね。ただちょっとこのこれはすごい時代来たなっていう、ね、あと今アバターという話出ましたけど、あのね藤岡さんもシェンムーもそのやはり海外世界というのは非常に意識されて、なんかハリウッドでもやっぱり金行きますと日本の侍っていうのはもう藤岡弘さんで、やっぱりあのユウさんも先ほど言ってましたけれども、そのシェンムーのこだわりというのは日本の良さを伝えるっていう、まあ、言葉選ばず言いますと、最近その非常にゲームも海外に進出するにあたって海外に媚び売ってるゲーム多いんですよね。海外の要素とかエッセンスで、シェンムー相変わらず昭和と言いましたけど日本をもうきっちり描くっていう、こうなんかお二人に共通するなんか日本の良さを伝えるというところが私なんか感じてるんですけど、こういったところいかがですか。いや僕ね最初にあのユウさんから話聞いた時、その日本のね伝統的なその精神性やその父親が子供、自分の子供に伝えていく言葉、そういうのを非常に大事にされてね、この日本の伝統文化をね世界に伝えられたらなっていう気持ちがすごく伝わってきたんですよ。やっぱりものすごいこの寮を通じて、寮がこう親父のこう教えを守りながらだんだん成長していく姿がね、これがねこの主人公にこう見てるうちになりきって見てる、そしてまた自分がそのなりきってるうちにだんだん自分が学んでいくんですよね。心も強く精神も強く生き様生き方がそうですよね、はい、あれが私ねあのユウさんの言ってたことは最初分かんなくてはぁって思ったんですよね。あれ驚きました。今はもうねこれすごいことになって、ありがとうございます。あのやっぱりあの映画と違うところはあの自分で操作 したり、あの感情移入度があのただ一方的な映画とはもう全く違うレベルでありますので、もちろん映画の素晴らしさはまた別なところにありますが、ゲームはゲームでの浸透力っていうのがすごいものがありますね。主人公になりきりながら自分がいつの間にかこうそういう気持ちになっていくっていうのはこれね